皆さんこんにちは、瀬田からです。今回は買い出しからスタート。前回は材料が途中でなくなってしまったので、今近くのホームセンターに向かっています。近いといっても車で30分から40分ぐらい片道でかかってしまうんですよね。大した距離じゃないんですけど、道が混むんですよ。もう渋滞、オーバーツーリズムです。あとリフォームの材料なんですけど、基本的にはホームセンターで購入をしています。本当は材料屋さんとかで発注して、納品してもらいたいんですけど、大体この家に来る日とか特に決めてないんですよね。明日行こうかなとか、なんかちょっと今日疲れたからやめたとか、もう本当ねそんな感じなんですよね。あと発注して納品とか受け取れなかったら結構最悪なんで、ホームセンターで気軽に買い出しに来ています。ただ意外とホームセンターに欲しいものがなかったりするんですよね。そういう時はネットで注文して、普段住んでいる家に受け取って持ってきています。これもね、もう物によっては重いんで結構しんどいんですよ。もうそう、電車で通ってるんですよね。車はね、スマートと軽トラっていうね、2台ね、小さい車持ってるんですけど、どちらもね高速超怖かったんですよ。なのでね、今電車で通ってます。作業した帰りとか電車だと寝て帰れるんですよね。超楽なんですよ。電車で気軽に行ける距離、本当ね良かったですよ。やっと着きました、ホームセンター江南。もう早速ね材料をね購入しました。もう見てくださいよこの量。もう台車が重くてね一人では運べません。もう店員さん途中までありがとう。もうこれだけね材料を買うのにもね結構時間かかりました。早速軽トラに買ってきた材料を積み込んでいきます。たくさん買い込みすぎると車に積み込みするのも結構大変なんですよね。あとこの日サングラスなしには目を開けられないくらいめっちゃ晴れてました。いい天気。長尺、長物などはロープを使って固定していきます。この南京結びを覚えておけば、ロープ1本でどんなものでも積み込んで固定できちゃいます。これだけ材料を気軽に積み込みできて取り回しが楽な車、もう軽トラはね最強ですよね。もう一家に一台あってもいいぐらいです。ガチガチに固定できてますね。完璧。早速家に戻って前回の作業の続き、断熱材を入れるために壁に下地を作っていきます。もう平らな壁だとすごくね楽なんですけど、日本のねこの独特の新壁っていう柱が見えていて、なんか1センチぐらいへこんで壁があって、この凹凸に加えてこの家の全体のね歪みとか、あと柱とかこう梁のこう部材の違いとかね、もうそういうのがね相まって簡単なね作業かなと思っていたんですけど、かなりねめんどくさいことになってます。ここで一旦作業が止まって、何かおかしくないってことになってますよね。なんか平行と水平がうまく取れてなくてものすごく違和感があるんですよね。窓枠に水平器を置いたら、もう見てくださいよ、もうこんなに窓が左に落ちてるんですよ。もう床が水平がね取れていて、窓枠がこんなに落ちていて、梁もね窓枠とか違う歪み方をしているんで、それでもうね目の錯覚とかもあっておかしくなってるんですよね。窓枠を直すことも少し考えたんですけど、これ結構ね大変なんでもうやめました。もう窓の開閉とかサッシの開閉は特に問題がないので、もうこのね感じでいくことにしました。もうバランスをね取りながら、もう水平とかね平行とか関係なくね、もう自分の目で見えるもう感覚でねもう作っていってます。天井の屋根のこの部分、階段の上の屋根に当たるところなんですけど、もうね見てくださいよこの白い部分、これ、ね、鳥の糞ですよ。そしてこの下には鳥の巣の残骸と糞と埃と塵ですよ。あとね壁の四隅に小さな隙間、もうここをね掃除して壁の隙間にはコーキングで埋めました。もう結構ね狭い場所なんで、ここは奥さんにやってもらいました。
こういった作業を挟みつつ壁の下地作りを進めていきます。壁に寄りかかった時たるまないようにするために、もともとある壁と新しく建てた真柱との間にできた隙間はこのように詰め物をしていきます。真柱を一本一本押して確認しながら、動いているところには詰め物をしてしっかりと固定をしていきます。外が暗くなってきたので今日の作業はここまで。もう壁の下地作りはほぼほぼ終わりました。買い出しにね、結構時間かかってしまったので、あまり作業する時間が取れず、思ったよりは進んでないですね。次回はいよいよ断熱材を入れて壁を張っていきます。今回ホームセンターで買ってきた材料はこちら。かかった費用金額合計は 41,485 円です。今までかかった費用の金額合計は 91,670 円です。皆さん最後までご視聴ありがとうございます。最近気づいたんですけど、コメントありがとうございます。いや、まさかコメントあるとは思ってもいなかったんで、なんか応援のコメントもうかなり嬉しかったです。もう頑張ろう。今回の買い出しじゃないんですけど、ホームセンターでミニトマトの苗を買いました。もう78円ですよ、一株。水道の蛇口があるこの辺に埋めたいと思います。まずはね、雑草を抜いて土を耕していきます。もうこのミニトマト、ブランド品種とかじゃなくて普通のねミニトマトなんですよ。なんかね、ブランド品種と違って、なんですか、こう雑草感がね強いっていうかね、普段こう水とか手入れとかできないんで、もう自然栽培です。なんでね、強そうな子をね選んできました。これで来る楽しみが一つ増えました。